強制したと結構備品とか持って帰ってもいいんですか？いつも持って帰ってる。誰も見てないよ。盗賊やん。いや、いつもみたいに言うなって。いつもみたいに言うなって。ピガッとした。今日初めてかもしれんけど。すごい。オフでもこんな感じでうるさいんですね。結構。うるさいって言ってる。喋るんですね、たばかりって。うるさいですね。あー、もう喜んでるね。言い方。気をつけてください。怖いな。怖い。目怖い。冗談ですよ。嬉しいよな。冗談です。黒目でかなってんねん。すいません。アザラシじゃないんだからってね。ほんまに。魚ばっかり食べてるんですよ。アザラシじゃないか、ほな。怖い。間が怖いわ。さあね、お願いします、今日。お願いします。あー、でもやっぱ外って気持ちいいですね。いや、中やから。中やむちゃくちゃコンクリートの中やから。勘弁してよ。勘弁してよ。外って聞いてたけど。マネージャー、すぐマネージャー。マネージャー、マネージャーが何してくれんねん。俺のマネージャー俺のって言うんだよ。かっこいいすぎ。俺だ、前世占いでびっくりしたもん。前世占い行ったことあります？自分の前世は。あ、前世、あ、あります。あ、あります、あります。あるわ。なんか言われました？なんて言われました？なんか、フランスのやりちんって言われてる。フランスのやりちん、面白いじゃん。フランスのやりちんって言われてるの。でもじゃあ前世出会ってるかもしれない。なんで？俺フランスのやりまんやったから。絶対どこかで何回か出会ってる。めっちゃ嬉しいんだけど。何回か出会ってる。久しぶり。でもいける久しぶり。これ合コンだったらめちゃくちゃ盛り上がるだろ。嬉しい、こうやってね。ティッシュよかったら使ってくださいね。いや、しっかり落ちてるんだ、ティッシュ。雑や。汗が入ってるけど。僕が使ってる。すいません。下に落ちてたやつやね。ちょっと水飲むと飲めた、ね、めっちゃ降って炭酸にしよう。待って待って、微炭酸ぐらいがね、うん、あんまり炭酸強いとゲップ出てまうから。そうか、うん、確かにね。あ、どう、うん、あ、犬みたいな顔になってる。なんで水飲むと言えば犬かなと思って。マジでポカンとしてた。俺だけ犬じゃなくないですか、あんま顔。でもこれ犬の顔で俺ら売り出してたんで、今後ポカンとするのやめてください。怖いな、怖いな、その顔面。いや、すいません。たまに出てくるんですよ、この人の僕。ちょっとこれ捨てといてもらっていいですか。そう、女性タレントさんに自分の吹いた汗やめろって。ごめんごめん。何やねん。いや、なんかその前世の話もあって、うん、もうなんかな、うん、息が合うねん。いや、何腹か分からんけど一発で訴えられるんだ、こんな。お前的にはハラハラやろな。やっべ、こいつ。頭の回転が速くてすごい。そんなでこんなもんやってよ。そんなもんじゃないね。いや、死んでまうね。首吹っ飛んでまうで。何が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 。キムどこ。キムちょっと目つぶってくれへん。ちょっとだけ。面白い。やっと二人きりになりましたね。ちょっとマスケ、そんなちょっと、マスケ、そんなちょっと、すごい、そんなマスケさん。誰だ、これ。関係ない。いや、なんかしてんだ。変な顔やった。変な顔や。変な顔でホームラン打ってた。変な顔したいから、俺たまに。